パロプンテ、J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回は復活のサガントス、気になる選手のコンディションということで、今回、サガントスですね、前回、フロンターレ戦が、まあ、ちょっと、某感染症の影響ですけれどもね、延期になったということで、まあ、1週間ぶりのゲームですね、そういう意味では、体力的には、貸し割れ、それよりも良いと思うんですけど、まあ、逆にこうサッカー選手のコンディションって、まあ、例えば、今回で言うと、水曜日のゲームに、準を 合わせててコンンディション作ってきたしかし、その試合が中止になってしまうとですけれどもね、まだちょっとコンディション上げ直さないといけないとかあるらしいんでね、一概にこうゲーム感覚が1週間空いてね、ね中2日3日のレイソルよりも、まあ、これは体力的には有利と家えでもですけれどもね、難しさあるっちゅう話でございます。そして、あのもう今回気になっている方多いと思うんですけれどもね、多分下に字幕が出ているんじゃないですかね、これ、あの AI ですね。AI による自動生成での僕のこれ、音声 をを認識しててて勝手に字幕をつけけももらっているんでですすども、えー、これががね精度が恐ろしく高いんですね恐ろしく精度が高いんですけどおそらくもう、ね、いくつか誤字的なものですね僕は滑舌が相当に悪いし早口ですので、えー、誤字とか脱字とか僕の思っていないものが表示されていると思うんですけどあえてそのまま流しておりますこれ編集することも可能なんですけどあえて誤字脱字そのままでこれ、ね、出してはいるんですけどだからちょっとお聞きしたいんです僕が。えーコメント 欄に書いてぜひともと書いて欲しいんですけれどもね誤字脱字があってもですけれどもね、えー、こうですね下に字幕があった方がまあいいんじゃないかっていうのかそれともですけれどもね、まあ、誤字脱字があるのであればまあこれあんまりねやっぱ気になるから、えー、出さないでくれ今まで通りこれ字幕なしでやってくれっていうどちらの意見が多いかっちの、えー、聞いてみたい結構これ誤字脱字気にされない方がいればですけれどもねもうこのまま出していこうと思いますちょっとこれ1個1個編集していくのは時間がかかるんでもうこれ極端に5時脱字 があっても字幕があって良い派かそれとも誤字脱字があるのであればあんまりこうね、えー、やっぱり出さないでほしいとか字幕は不要という意見どちらかをちょっとね聞きたいんで僕はちょっと聞いてみたいんで是非とも、えー、書いていただけたと思うんですけども、えー、そこも今回よろしくお願いいたしますということでちょっと本題かずれてしまったんですけどこちらメインチャンネルでございますね、えー、サブチャンネルの方でもジェリングの話をしておりますよかったら動画概要欄からですねサブチャンネルの方もよろしくお願いいたしますということでまず本説の全対戦 カードこんなな感じとなっておりま,すまあやっぱ注目点で言うとですけどもね、えー、名古屋清水とかこの辺なかなか、えー、面白いゲームが見れるんじゃないか清水もちょっとね前回ヴィッセル神戸に敗れてしまって、ね、尻に火がついた感じがします。そして16位のジュビロ岩田ですね 入れ替え戦となる16位のジュビロやったあと、そしてまあ17位、自動広角圏にいるヴィッセル神戸、これ、ヴィッセル神戸がジュビロに勝つとですけれどもね、一気に自動広角圏内を出すことができるという話になっていくるんで、このえジュビロ神戸のゲームはちょっと注目して見ていこうと思ってますけれどもね。はい。 とということで今回出しているんですけれどもね、サガントス、現在勝ち点27で8位でございますね。で対する柏レイソルは現在勝ち点30で6位というのが両チームの今シーズンの成績となっております。まあ、サガントス、ね、前回ホームのビッセルコーペで敗れてしまって、今シーズン初のホームでの黒星となってしまったんで、この試合こそしっかりホームで、ね、これ勝利して、サポーターに元気な姿というのを見せてほしいと思ってますね。はい でこれが両チーム直近5試合にはなってきますけど、えサガン鳥栖が2勝1分け2敗というんでね、まあ、これ、ホームでの連戦が、えー、ついていくんで、このホーム、得意のホームでのゲームでしっかり戦ってほしいですね。まあ、本当ね、ホームで強いサガン鳥栖がホームでまあ連戦がついていくんで、まあ、今月は16日のマイナス戦もエキスタールのゲームがあるんで、この辺ですね、まあ、どういうふうな戦いが見ることができるか、特にマイナス、今6連勝中ですかねえ、本当すごい戦いしているんで、このマイナス戦の前ですね、しっかり首位、えー 横浜、F、戦の前の前これレース戦になってきます、まあ、この間、ちょっと天皇杯ですね。この間、天皇杯が入るんですけど、えまずはレイソル相手にしっかり戦って勝利を挙げてほしいって思ってますけどもね。で、レイソ,ソルが貯金5試合が2勝3敗なんですけども、実は3連敗中。まあ、ちょっとね、対戦相手がマリノス、鹿島、名古屋っていう感じで、名古屋もね、一時期のゼフチョのとこから抜け出しつつあるんで、まあ、名古屋もなかなか難しい対戦相手であったのは間違いないんですけど、まあ、ここ3連敗。3連敗中、しかもまあ、 失点が7ですね、3試合で7失点、得点がやっぱ1点しか取れていないのはちょっと厳しい、まあねやっぱ横浜 F ・マリノスの守備、硬いですし、名古屋も守備が堅くはあるんですけれども、ちょっとやっぱ攻撃陣の迫力というのが最近不足している感じがします、まあ守備のところもあれなんですけれども、しかしまあちょっとね、柏レイソルーもサガンとスーと愉かりる選手が多いんで、まあ、昨年まで在籍していた小山選手とか、三つ丸選手とかね、ねこの辺の選手は、あと高橋選手とかもね、高橋祐二選手とかもいるんで、本当ね、このレイ するにはサガンとスユカリの選手が多いっちゅう話になってくるんで、もこの辺もですけどね、え多分サガンとスのサポーター。 多分こう,いう移籍した選手に対しても、サカントスを温かく迎え入れてくれると思うんですけれどもね。と、えー、いうのがあるんで、そういう意味でもですけれどもね、過去、まあ、サカントスのユニフォームをまと、えー、ってプレーしてくれた方々に対して、えー、そこリスペクトの気持ちを持ちつつも、えー、絶対負けてらんねえという話でございます。そこがまてほしだと思ってますけれどもね。で、えー、通算対戦成績はこんな感じになっております。まあ、12, 勝12勝10分け8試合というのがサカントスですね。まあ対戦成績って、ね、もう毎年 J リーグのチームなんて、えー、ガラッとメンバー入れ替わるんであんまり関係ないと思うんですけど、一応こんな 感じとなっておりますしかしまあ意外とホームでの対戦成績は5勝6分け4敗ということああまりこう差がないんですね。ホームのサガン鳥栖ホームのゲームでは意外とイーブンゲーム中の話でございますね。そして次こちら 両チーム前回のメンバーは、まあ、サカントスは1週間前のメンバーになってきますが、えー、レイソルがだからね、これ最近はもうダブルボランチシステムで、えー、来ていますし、この武藤選手が結構体のキレが良い印象があります。最近のゲーム見たんですけど、武、え、藤、ー、選手ね、本当復活してから体のキレが、えー、また戻ってきてる感じがするんで、この辺も良い結果、本当武藤選手の場合は間で受ける動きとか、ね、本当素晴らしいものがあるんで、この武藤選手をきっかけにまあ得点のチャンスというのは間違いなく増えてくると思います。まあ、この辺もだから水曜日のゲームなんで、まあ貸し上げ の場合は連戦とということでも後ろですね、ゴールキーパーとセンターバック3枚は多分変えないと思います。まあ、キム・スンギュ選手が移籍してから、多分正ゴールキーパーこの次のパリオリンピック世代のゴールキーパー、佐々木選手になっていくと思うんですけど、プラスアルファして、この高橋、上島、古賀ですね、みんなこれ、九州の地ムに在籍したことがありますね。高橋雄二はサガントスですね、そして上島選手はアビスパ福岡、そして古賀選手もアビスパ福岡にいたっちゅうんでね、これ、センターバック3 3枚はねこれ、よくよく見ると九州に愉かにのある 3, 3選手となっているわけでございますね。今、気づきましたけれどもね。ダブルブランチ、シー・ハシ、ちどっち選手もね、これ、パスタータイプやあるんで、ん当、自分でパス出すこと、うまい選手にはなってくるんですけど、自分で持ち運ぶ、こドリブルもうまい選手になってくるんで、このドッジ選手がボールを持った後の対応ですね、こドリブルで運ばれた後の対応というのは、しっかりするべきかなと思いますね。で、やっぱ、三つ丸もいます、小山松もいるということで、特に、そしてまあ前半戦の柏レースルを、えー、支えたマテウ・サ 選手もいるんでね、この辺は本当、大南選手も本当、攻撃センスも上がってきてる選手になってくるんで、本当、レイソル、素晴らしい選手がいるっていう話でございます、まあ、そういうことで考えると、まあ、やっぱネルシーの監督、なんだかんだでしっかり勝たせる集団にしてくるんだなっちのも改めて感じるわけでございますけどもね。はい そして両チーム得点パターン、失点パターン、データ的な話にはなってきますけれども、まあ、レイソルですね、サガン鳥スのデータ的なところはちょくちょく出しているんで、わざわざも話すことは特にないんですけれども、まあ、レイソルで言うと、得点パターンで一番多いのはスルーパスですね。スルーパスから6点取ってる。これはだから前回スタメンに名前なかったですけど、細谷選手ですね。どっち選手とか、他の選手からのスルーパス、裏抜けのパスを受けて、細谷選手が決めきるみたいなところも多いんで、やっぱこの細谷選手のディフェンスへの駆け引きを うまさというの目立っているんで、まあ、細谷選手が先発なのかどうか分かりませんけれども、ね、この細谷選手の,このディフェンスラインとの駆け引きそこに負けないようにしてほしいという感じがしておりますけど失点パターンでいうとレイソルはあっ 想的にここれれセットプレーから多いんですす目立ってますねまね、あ、全体47%なのでもう約半数ですよね、セットプレーからの失点というのがまあメインになっているんで、この辺ですね、サカンと数からしたらやっぱり深い位置までボール運んで、ゴール前でのセットプレー、そこには期待すべきなのかなと感じがしておりますけどもね。はい そして、スタッツですね、柏レイソルのスタッツになってきますけど、こんな感じとなっております。まあ、やっぱり注目するデータとしましては、しっかり得点が取れて、まあ、1試合平均1.4点ということで、これはリーグ4位ですね、まあ、さっきも言った通り、ちょっと最近は、ね、得点が取れていないんですけれども、やっぱこの秘めたる力、ポテンシャルの高い攻撃陣がいるんで、そこはやっぱゴール前での守備というのは、一つ、サガン鳥栖も集中すべきポイントにはなっていくと思います。あと、枠内シュートですね、枠内シュートが4位なんで、これはやっぱゴールキーパーパク・イルギュ選手の活躍というのは 期待されると思います、まあ、だからこの辺の攻撃のスタッツですね、オフェンスのスタッツが相当優れたチームにはなってくるんで、本当、守備のところ、ゴール前の集中というのは、えー、してほしいですし、まあ、前回、ちょっとクロス対応、ですねクロスへの対応がちょっと不十分で、ヴィッセル神戸、武藤選手、やられてしまったんで、このまずクロスを上げさせないとか、そのゴール前の集中力というのは、より一層高めて、えー、この試合に臨んでほしいと思ってますけれどもね。はい とということで今回なますね、まあ、どうですか、下の字幕ですね。今、僕もこの収録時点ではどういうふうになってるか分かんないんですけれどえ本当はね、最初も言った通り、この、ね、え字幕があった方がいいのか悪いのか、今度なかったら僕は素直にやめるつもりに、えー、しているんで、これ悪いと思ったと、えー、書いていってほしいと思いますし、えー、その辺よろしくお願いいたしますということで、以上、パラプンテジェルサッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録でございます。さら。